はい、こんにちは、前回ですね債権者取消権 の条文のところを解説、しているところだったんですけれども、その途中がねまだありますので、債権総論のところ続きのところをやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で今回ね一応タイトルちょっとすいません画面の方に移させていただきます。こちらですね、6歩だけで学べる矢島の条文チェック講義で、今回債権総論のその2ということですね。でこれ収録は前回の4月の11日に収録してたんですけど、こちらそれから1週間経ったね4月の19日ということにはなりますね。で相変わらずまだですね司法試験と予備試験、現段階でまだ司法試験と予備試験のですねその延期された後の日程が決まっていない、状況でありますので、受験生の皆様におかれましてはね、とりあえずちょっと試験がいつになるかいろんな情報がこう錯綜しているんじゃないかとは思いますが、結局その発表されるまでは本当に分かりませんのでね、とりあえず、実際5月にも試験ないのは確定はしてるんだけど、一応その5月にまず一つね、勉強の仕方の方法ですけど、5月に向けて、とりあえずこう予定通り勉強していくと。でおそらくそこで間に合わないようなことにこうなる人も少なくないんじゃないかと思うんですけど、そのね間に合わないところがじゃあ何なのかってところを分析して、で実際に試験のね延期日程がそのうち決まると思うんですけど、そこに向けてその間に合わなかったところをしっかりと勉強するっていう形でやっていくのも一つの方法なんじゃないかというふうに思いますね。勉強の仕方っていうのは人それぞれいろいろ千差万別ありますのでね、絶対唯一の方法っていうのはありませんので、自分なりにこの方法だったらなんかいけそうだなっていうのをちょっと考えてもらってね、やってもらえるといいんじゃないかと思います。でそういう意味で受験生がちょっとこうね、この試験待ってる間にモチベーション下がらないようにするために、ちょっとこちらの方でね民法の条文の方の解説をさせていただいております。さてじゃあちょっと続きのところね、債権者取消権の条文、6法各自の6法をご用意していただいてね、その続きのところからやっていきましょう。では前回ですねこちら424条のね5のところまでやってますので、今日はね424条の6のところから今回やっていくことにしますね。前回までは債権者取消権のそのね要件の確認でありました。でその今度要件の話ではなくて、その後ね債権者取消権のその行使の方法とかその効果ですね、そういったところに触れていくことになります。でまず424条の6のところですけれども、まず1項ですね、こちらまず債権者はこの受益者に対する差害行為取消請求においてね、ちなみに転得者に対する取消請求は2項の方にありましてね、この1項の方は受益者に対するその取消請求があった場合の話になりますね。というわけでもう1回424条の6の1項ですが、債権者は受益者に対する差害行為取消請求において債務者がした行為の取り消しとともにね、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができるんだと。これ従来差害行為取消権のね法的性質で、取り消し権だけなのか、その法律行為のね取り消し権だけなのか、それとも給付請求までできるのかとかいろんな議論があったんですけれども、そちらが条文上解決されましてね、取り消し権と給付請求両方できるんだってことが明文化されることにもなります。もちろん給付請求が必要ない場合はね取り消しだけでもいいわけなんですけれども、その取り消しだけじゃなくて給付が必要な時もですね、この424条の6の1項を根拠にですね、その差害行為の取り消しとその逸失した財産のね、逸失した財産の給付請求ができるということになってます。でとりあえずこの今の1項のところなんですが、基本的にはこのね逸失した財産そのものの返還を請求することができるということになってるんですが、価格償還の請求ができるんだって話ですね。それがその1項の後段のところですが、受益者がその財産の返還をすることが困難であるときはね、債権者はその価格の償還を請求することができるんだということになりますね。というわけで、1項、受益者に対する取り消し請求でね、原則現物返還、取り消しプラスその現物の返還ができるんですが、現物返還困難のときはね価格の償還請求ができるんだということになってます。さてで今度2項ですね、今度転得者を被告とする場合の取り消し請求の効果なんですが、基本的に書いてあることはね1項と同じになります。見ていきましょう。被告がねその受益者じゃなくて転得者っていうだけの違いですね。で見ていきますと2項ですが、債権者は転得者に対する差害行為取消請求において、債務者がした行為の取り消しとともにね、転得者が転得した財産の返還をね請求することができるんだと。ここが現物返還の原則ですね。でその後段2項の後段ですが、転得者がその財産の返還をすることが困難であるときはね、債権者はその価格の償還を請求できるんだってことで、こちらでね、原則、現物返還なんですが、それが困難なときはね価格償還請求ができるんだってことになってます。だけど424条の6の、1項と2項をそれぞれ424条の6の1項2項それぞれも同じのことが書いてあるんですが、被告が受益者の時と転得者の時で1項2項で、分けているという感じです。さてで今度424条の7の話をしていきましょう。
まず424条の7の、ね、柱書きのところですが、1項柱書き、社会行為取消請求にかかる訴えについては、ね、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各、ね、当該各号に定めるものを、まあ、被告と、まあ、するんだということになります。で結論から言うと、ね、あの被告はあのまず債務者が、ね、被告にはなんないんですね。絶対にこの下の条文見るとまあ分かるんですけどね、まあ、被告になるのは常に転得者、まあ、受益者または転得者でありまして、でしかもそれが同時にあの被告になることはありません。常にこう受益者または転得者って形になりますね。でまず1号ですが、受益者に対してね、その社外行為取消請求の訴訟を起こす場合はその被告は受益者になるというのが1号になってますね。で2号ですが、これはあの転得者被告とする場合ですが、まあ、転得者に対する社外行為取消請求にかかる訴えにつきましては、その社外行為取消請求の相手方である転得者ね、まあ、転得者がまああのこうその後連なってね、転得者の後のさらなる転得者、さらにその後のさらなる転得者みたいな感じで、まあ、いろいろ転得者がどんどん出てくる可能性っていうのがあるんですが、常にこうね、その当該その転得者被告にするべき転得者を一人決めてね、その人をまあ被告にするんだってことにまなってきますね。でちなみに前回 の講義の時にねお話ししましたけど、あの転得者あの被告にする時の取消権 の要件ですけど、424条の5を思い出しておいてもらってね、その被告になるあの転得者も含めてその手前の人が全員あの悪意じゃないとね、そもそも取消権の行使ができないようになってるんだってことでね、その手前の善意者がね後でこう被告から責任追及されるのをね、何らかの形で責任追及されて取引の安全害しちゃいけないんでね、もう手前の人が全部あの悪意でこの取消権のね、そもそももう相手になるような人じゃないといけないんだっていう話をね前回やってますね。さて、で今度ですね、また戻りまして424条7の2項ですけれども、債権者はですね、社外行為取消請求にかかる訴えを提起したときは遅滞なく債務者に対し訴訟告知を、ね、しないといけないんだということで、まあ、あの債権者代位権のところにもね、あの訴訟告知 の条文ありましたけれども、まあ、取消権の方にもね、この債務者に対して、まあ、遅滞なく、ね、訴訟告知をしないといけないんだということになってますね。さてで今度424条の8ですけれども、社外行為の取り消しの範囲というところですね。でまず1項ですが、債権者は社外行為取り消し請求をする場合において、債務者がした行為の目的が過分であるときはね、自己の債権の額の限度においてのみね、その行為の取り消しを請求することができるんだと。もともと社外行為取り消し請求権ってね、その責任財産、将来の強制執行に備えてね、債務者の責任財産をこう確保するというものがまあ制度になってますのでね、まあ、やはりこの債権者自己の非保全債権を超えてね、あの最終的に強制執行するということはありえませんので、まあ、そういう点で、原則自己の債権の額の限度で取り消し請求できるんだと。ただこのね今度2項の方ですが、債権者が424条の6の1項公団、あのさっき見たあの条文です、あの価格賠償ね、あの424条の6の1項の公団と2項の公団でそれぞれあの受益者被告とする場合の価格賠償が1項公団で、2項公団はね転得者被告とする場合の、価格賠償ね、現物返還じゃなくて価格賠償の条文ですけども、その価格の償還請求する場合についてもね、前項と同様ということで、まあ、基本的にはあの非保全債権の額の限度でのみしかね、取り消し権が行使できないんだってことになってますね。まあ、もちろんあの反対解釈、この424条の8の、ね、反対解釈になりますけど、まあ、逆に言うとこの目的が過分、債務者がした行為が不可分であるときは、まあ、そこはしょうがないから全部ね取り消し、せざるを得ないんですけどね、まあ、少なくとも過分のものに関しては非保全債権の額で、額の限度にね、非保全債権の額を限度に取り消し請求ができるんだということになってきます。さてで今度424条の9ですけれども、これ従来の判例法理が明文化されたものなんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょうか。まあ、あの結論としては金銭とか、ね、動産に関してはあの債務者があの受け取ってくれないと困るからね、直接あの債権者の方で引き渡し請求、支払いとか、ね、引き渡しの請求ができますよっていうあの従来の判例法理が明文化されているところであります。では424条の9のところを見ていきますと、債権者は第424条の6、第1項前段、それから2項前段、これあのさっき見たやつになります。あの現物返還の、ね、条文ね、1項の方はあのこの、ね、受益者被告とする場合の現物返還で、2項の前段というのはあの転得者を、ね、被告とする場合の現物返還なんですが、まあ、いずれにしろ債権者は、ね、こういった424条の6の1項前段、あるいはこの2項前段で、ね、要は現物返還の
まあ、規定によって受益者または転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求がね、金銭の支払いまたは動産の引き渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払いまたは引き渡しを、転得者に対してその引き渡しをね、事故に対してすることを求めることがまあできるんだということになりますね。不動産の場合はね、債務者が受け取りたくないって言っても、あの強制的に登記の名義を債務者のところにまあ戻してね、将来の強制執行のこう引き当て、責任財産にまあすることは可能なんですけどね、金銭とか動産は債務、せっかく取り消ししてもね、受益者や転得者を被告に債権者が取り消ししてもですね、債務者を受け取らないとあの目的達成できませんので、まあ、その点であの債権者の直接引き当て請求ができるっていうね、まあ、従来の判例法理が明文化されているところでありますね。で、その今の424条の9の1項の後段ですが、まあ、この場合において受益者または転得者はね、債権者に対してその支払いまたは引き渡しをしたときはね、債務者に対しその支払いまたは引き渡しをすることを要しないんだという形で、まあ、この後段のところがないとね、あの結局、金銭とか動産を債権者の方にね、被告の方は債権者の方に戻せばいいのか、それともまあ債務者のところにまあ戻せばいいのかね、そこのところが非常にこう不安定な状態になっちゃうんで、まあこちら、債権者に支払い引き渡しをすれば、まあ債務者はね、要はあの義務を免れるんだと、債務者に対してね、その債務者に対する義務をね、この被告の方は免れるんだっていう形になってるってことですね。で今度、2項の方ですけども、424条の9の2項ですが、債権者が424条の6の1項今度後段ですね、これあの現物返還じゃなくてあの価格賠償の方ね、1項の後段がその受益者被告とする場合の価格賠償、価格償還請求でね、2項後段はあの転得者被告とする場合の、まあ、価格償還請求ですね。まあ、条文慣れてくると、読み慣れてくるとね、あのこれ見てすぐあのあこれどの条文だなっていうのがあの分かってくるようになるんですけど、まあ、逆にあのそこがまだピンとこないようだったら、まだ条文の読み込みが足りませんのでね、あのしっかりと復習の時にね、復習する時にあの条文を何回か読んでおいてもらえるといいかなと思いますね。じゃあ2項もう一回読んでいきますと、債権者が第424条の6第1項後段、あとからそれからまたは2項後段の規定により、受益者または転得者に対し価格の償還を請求する場合についても、まあ、前項とまあ同様ということになりますね。まあ、というわけで債権者の方に直接ね、あのこの価格償還を、まあ、すればね、その被告の方は債務者に対する償還義務をまあ免れるんだという形になってきます。さてで今度、425条の方行きましょう。差害行為取消権の、ね、行使の効果というところの、ね、中で425条で、請求任用の効力がね、請求のこの任用判決が出た場合のね、その効力が及ぶ範囲の話になります。で425条ですが、差害行為取消請求を任用する確定判決ね、任用判決がまあ確定しますと、債務者およびそのすべての債権者に対しね、その効力が有するんだということで、まあその判決ってのは民事訴訟法で勉強することなんですけど、あの判決後って原則あの誰に及ぶかっていうと、民事訴訟法の115条の1項1号でね、まあ、当事者に対して基本的にまあ及ぶんですよね。で、まあ、あの民訴法の方でまあ勉強していただければと思うんですけど、まあ、115条1項の1号にはまあ例外が回ってね、当事者以外の人に判決の拡張をするっていうのがあの2号とか3号とか4号でね、例えば2号だったら、まあ、あの訴訟担当なんかがね、あの前提になってますけどね、念頭にまあ置かれてますけど、まあ、訴訟担当の場合の非担当者に及ぶ趣旨のまあ規定の2号とか、あるいはその3号でしたら、まあ、口頭弁の終結後のまあ証券人、そして4号ですと、まあ、目的物の単純な所持人ですね、まあ、そういったものに対してもその判決後というのが拡張されるんですが、この今の民法425条というのはあのそこのどれにもまあ当たらないですけれども、まあ、一応この法律関係確実的に今決めるんだということで、そこであの判決後がね、当事者以外のものにも及ぶような規定に今なっているということですね。でちょっと見ていきますとね、もう一回425条ですが、まあ、差害行為取消請求のね、この請求任用判決、これ確定いたしますと、まあ、これ債務者、これ被告ではありませんね。あと債権者代位権と間違って、ちょっと訴訟担当そのものともちょっと言いづらいのでね、まあそういう点では、その115条1項2号を根拠に果たして債務者に及ぶのかどうかっていうのが、ね、非常にあの、説明しづらいところなんだけど、そういうことを説明しないでもね、425条であの債務者に及ぶってことになってますね。それからその全ての債権者です。でこれよくあのたまに本にね、あのこの取り消し判決がこれ絶対効があるんだっていうふうにあの書いてある本があるんですが、あのこれ若干ちょっとその表現不正確で、この条文見てあの分かる通り、あの例えば受益者またはあの転得者、これどっちかが被告になるって話あの先ほどいたしましたけれども、例えばあの受益者をあの被告としてね、取り消し請求された場合、転得者に別に及ばないんですよね。あのその転得者が債権者とは限れませんのでね、何かこう
財産をねこうなんかこう売るような処分をね、こうするような形で転得していったときに、必ずしもその転得者って債権者とは限りませんから、そういった意味で受益者が被告になったときというのは転得者に判決こう基本的には及ばないはずなんですよね。それから、その転得者が被告になっているときも、その財産がじゃあ例えば不動産が相当価格でこう、ね、なんか売却されたとか、あるいはまあなんか廉価で、ね、売却されたっていうような形になったときに、その転得者被告にしたときにやっぱその受益者に及ぶような規定にはなっていないんですよね。だけどそういう意味でその判決が全ての関係者に、法律関係の利害関係者全員に及ぶっていう、そういう規定には、なっておりませんので、そういった意味で絶対効っていうわけではないんですよね。たまに本に絶対効って書いてあるものもあるかもしれませんけど、そうちょっと表現は気をつけた方がいいのかなっていうには思います。というわけでもう一回、こちら判決効が及ぶ範囲を確認しておきましょう。425条ですが、差害行為取消請求を任用する確定判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有するんだって形ですね。というわけで民事訴訟法の115条1項1号の、ね、判決項というのは本来、ね、その当事者つまり被告と原告、原告と被告に及ぶんですよという原則的な規定があるんですが、それの例外規定みたいな、ね、そういったものになりますね。さてじゃあ今度次の条文ですね、425条の2のところを見ていきましょう。425条の2ですけども、債務者がした財産の処分、例えばなんか債務者が受益者にね唯一の財産不動産を売ってしまったみたいなね、そんな感じで考えていくといいかと思いますが、債務者がした財産の処分に関する行為で、これ括弧書きで債務のね消滅行為除かれてるんですが、その債務消滅行為に関してはその次のねお隣の425条の3にあるんでね、そっちで規律されてるんで、とりあえずこちらの425条の2の方では債務消滅行為は除かれてますね。つまり差害行為がね、この普通に財産処分した時を念頭に425条の2項が規定されているということになります。さてじゃあもう一回425条の2項最初から見ていきますと、債務者がした財産の処分に関する行為、債務の消滅に関する行為を除くが、取り消された時は、受益者は債務者に対しその財産を取得するためにした反対給付の返還をね、請求することができるんですよって話ですね。でこれ債権差害行為取消権のちょっと図を画面の方に映させていただきます。難しい図じゃないので別にこう画面見られない方はね頭の中で、想像していただければと思うんですが、これ今受益者が被告になっていることが念頭になっているんですけど、例えば差害行為取消権最小パターンでいうと債権者と債務者と受益者の3人が最低出てくるわけなんですけど、例えば債務者が受益者に財産何か唯一の不動産売っちゃいました、でもそれが債権者によって取り消されてしまいました。でその不動産の場合だとね、受益者債務者の方にね登記名義戻すことにはなりますけれども、その時、債務者がね受益者に対して不動産例えばなんか処分するときに、受益者が債務者にその代金反対給付をね、代金支払いという形でやってる可能性があるわけなんですけども、その反対給付請求権の話が書かれてますね。その反対給付 この返還の請求ができるっていうのが425条。だからね、受益者が例えば債務者からなんか差害行為だけど、財産なんか不動産買いましたと、でその時受益者がねその代金を、債務者にこう反対給付という形で支払いをしていれば、その反対給付をね、したものを返還請求できる、受益者が債務者に対して反対給付したものを返還請求できるよっていう条文が、425条というところにもなってきます。じゃあもう一回読んでいきましょう。425条の2ですが、債務者がした財産の処分に関する行為、債務の消滅に関する行為を除くが取り消されたときはね、受益者は債務者に対しその財産を取得するためにした反対給付の、ね、返還を請求することができるというのはこういう条文ですね。あと、反対給付ね、なんか物かなんかお金じゃなくて物なんか渡したときに、たまにその現物をこう債務者が受益者に戻せなくなっちゃう時があるんですが、その時価格の償還請求をね、この受益者が債務者にしていくんだっていうのが、それが後段のとこですね。読んでいきますと、債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときはね、要は受益者が債務者に何かお金払ったんじゃなくてね、何か物を渡した、交換契約とか何かの形で、いずれにしろ何か物を渡しちゃったけど、その現物を債務者が受益者に戻せないような時は、その場合はその受益者はね、その価格の償還を請求することでできるんだっていう形でね、規定されてますね。さてで今度425条の3ですが、これ債務消滅行為が取り消された場合ですね、差害行為が
債務消滅行為にあたるという場合ですけれども、425条の3ですが、債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合で、この括弧書きですけど、424条の4って、過大な大仏弁済がされた時のその過大部分だけの話なんですけどね、その過大部分だけが取り消されたことをちょっと念頭に書かれてるんですが、課題部分が取り消された場合は除いてます。まあ、ここちょっととりあえずは無視してね、先読んでいきましょうか。もう一回最初からこの括弧書きちょっと無視してここだけ先ね説明しますと、債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合で括弧飛ばしてにおいて、受益者が債務者から受けた給付を返還し、またその価格を償還したときは、受益者の債務者に対する債権はこれによって現状に復するんだと。まあ、これもちょっと簡単な図をね、使って説明すると、まあ、例えば受益者が債務者に何か債権持ってましたよと。でその時まあ債務者が何かこうね、大仏弁済、そのあるいはその他弁済という形で債務消滅行為をしてね、でその債務消滅行為が、差害行為に当たるんだということで、後で債権者にまあ取り消されてしまったときは、まあ、結局受益者が債務者に対して何か債権持っていればその債権が復活しますよというのが今のまあ条文の話になってきます。じゃあもう一回ちょっと見ていきましょう。425条の3ですね。で括弧書きはとりあえず今飛ばして読んでいきますね。債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、またはその価格を償還したときはね、まあ、受益者の債務者に対する債権はこれによって現状にまあ復するんだということなんでね、まあ、何かこうね、債務者が債務消滅行為で受益者の方に対して何かこう、まあ、物を与えていると、大仏弁済あるいは普通にお金を弁済したということになった時に、受益者がそれをまあ返した場合ね、その場合、まあ、受益者債務者に何か債権持ってたはずなんですけど、その債権が復活しますよって話になってきます。で今度括弧書きの話ですけど、これは424条の規定により取り消された場合ね、その場を除くってなってるんで、その債権が復活しませんよっていう話になってるんですけど、これは過大な大仏弁済の過大部分が取り消された時のことを想定して書いておりますね。で確かにそうなんですよね。過大部分のところが取り消された場合、特にもともとその過大部分のところって受益者が債務者に対して何か正当に権利持っていたわけではありませんから、それを今のその括弧書き以外の条文が使われてしまって、その過大部分も含めて受益者が債務者に対して何かこう債権をね、こう持つっておかしい話じゃないですか。だからそうなんないようにするためにね、まあ過大な大仏弁済の過大部分のところがこう取り消された、まあ、時ね、424条の4って前の前回のねこの授業でやりましたけどね、その424条の4って過大な大仏弁済の督促でね、取り消し権の要件が、過大な大仏弁済っていうのは、まあ、非常に差害性が強い行為でありますので、そういう面でこうその手前の条文ってね、もともと差害性がこう低いような条文、424条の2の相当対価を得てした財産の処分行為の督促とか、424条の3ね、これ既存の債務に対して担保の供与とか債務の消滅に関する行為した場合って、まあ、債務者の財産状態って結局プラスマイナス変わるわけではないから、まあ、差害性がこう比較的低いがゆえにね、取り消しづらくなってる、まあ、ちょっと取り消し権の要件が厳しくなってるんですよね。で424条の4っていうのは過大な大仏弁済の過大部分のところですけどね、その課題部分限定ですけど、課題部分のところだけど、そこは非常に差害性が強いんで、要はその手前の2つの条文ね、424条の2とか424条の3みたいな規定使って取り消ししづらくする必要性がないんですよね。まあ、そういった意味で過大な大仏弁済の、ね、督促で424条の4に関しては、結局普通に424条の差害行為取り消し権の要件を満たせばね、まあ、比較的簡単にね取り消せるようになっているわけなんですけど、そういった条文ですよね。でこの424条の4で取り消された部分のところに関しては、まあ、さっき言った通り、もともと受益者は債務者に対してなんかもともと正当な権利、その課題部分のところを持ってるわけじゃありませんから、まあ、取り消されたからといって、そこのね債権がその課題部分のところに関して受益者が債務者に対してなんか権利を持つのは絶対ありえないことでありますので、まあ、そういうおかしなことにならないように括弧書きでそこを除いてるって感じですね。というわけで、じゃあもう一回425条の3ね、これちょっと条文普通に括弧書きの中も含めて読んでいきましょう。じゃあ見ていきますと、425条の3、債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合、括弧424条の4、まあ、過大な大仏弁済の過大部分のところだけですけどね、部分限定ですけど、424条の4の規定により取り消された場合を除きます。で括弧閉じて、において受益者が債務者から受けた給付を返還し、またはその価格を償還したときはね、受益者の債務者に対する債権はこれによって現状に復するんだということになってますね。
さてで今度425条の4の方に行きましょう。こちらはね今度被告側の転覆者の場合ですね、先ほどの425条の3は受益者が被告の場合の話だったんですが、こちら425条の4は転覆者の話になります。で、見ていきますとね、まず柱書きのとこですが、425条の4の柱書きを見ていきましょう。債務者がした行為が転覆者に対する差害行為取り消し請求によって取り消されたときは、その転覆者は次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ、当該各号に定める権利を行使することができるんだと。ただし、その転覆者がね、その前者から財産を取得するためにした反対給付またはその前者から財産を取得することによって損失した債権の価格を限度とすると。でとりあえずここ正し書き無視してね、この1号と2号をちょっと順番に見ていきましょう。転覆者被告としてね、取り消しが認められた場合の、その後どういう法律関係になるのかという話なんですが、まず1号、425条の2に規定する行為、上先ほど見たね、要は財産処分行為ね、債務者がした財産処分行為、転覆者被告とした場合念頭に書かれている条文でしたけど、その425条の2に規定する行為が取り消されましたと。要は債務者がね、その受益者に対して、その何か財産を処分しましたと。で、それが取り消された場合、じゃあその後ね、転覆者が被告になっているときどういう法律関係になるのかって話なんですよ。でそれがこの後1号のね、続きのところですが、その行為が受益者に対する差害行為取り消し請求によって取り消されたとすれば、実際はこの条文はね、転覆者が被告になっているところを、設定してますので、想定してますので、受益者が被告になってないからね、そこ取り消しになることはないんですけど、そこを仮定してますね。なんで、今実際には転覆者が被告になってるんですけど、仮に、受益者が被告になっててね、じゃあそこがその債務者が受益者にした財産処分行為が取り消されたとすればっていう形で、そういう仮定的なこう条文になってるんですよ。というわけでもう一回ね、その行為が受益者に対する差害行為取り消し請求によって取り消されたとすれば、同条の規定により、これさっき反対給付請求、受益者が受益者被告の時に、その取り消されて受益者がこう財産戻すとね、受益者がもし債務者の方に何か反対給付してたら、その受益者反対給付をね、そのまた返還請求することができるんだっていう条文ありましたよね。それが425条の2なんですけど、それと同じ権利をね、結局その受益者が債務者に対して何か反対給付をね、こう返還請求することができたんですけど、それを転覆者が、行使することができるって形でやってるんですね。というわけでもう一回見ていくと、1号、これ1号最初から読んでいきましょう。425条の2に規定する行為が取り消された場合、つまりね、債務者がした財産処分行為ね、債務者が受益者に対して何かした財産処分行為が取り消された場合で、その行為が受益者に対する差害行為取り消し請求によって取り消されたとすればね、同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求、またはね、その価格の償還請求ですね、現物反対給付、現物この受益者の方にね返せないようなときは価格償還請求できるんだよっていうのはさっき425条の2のところでやりましたけど、それと同じようなことがね、その転覆者の方からこう言えるんだという形になってきますね。そんな感じでこう法律関係が複雑にならないように、結構こう法律その、ね、取り消された後の法律関係はある程度確実的に処理できるように条文が整備されているというそういうイメージだというふうに思っておいてください。でここでちょっとこの正し書きのところを見ていきますね。425条の4の柱書きの正し書きのところなんですが、ただしその転覆者がその前者から財産を取得するためにした反対給付またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価格を限度とすると。これはどういうことかというと、転覆者は何らかの形でね、その受益者からとりあえずこう何か買ったりとかねもらったりとかするときに何か反対給付してる可能性があるわけなんですけど、その受益者が結局転覆者が受益者に何か反対給付してい、ているような時にその転覆者がねした、反対給付以上のその利益を転覆者にこう帰属させる必要性はないんですよ。なので転覆者が何か受益者に反対給付してるんだったら、その額を限度に受益者が債務者に対して持ってるね、権利を反対給付の返還請求とか価格償還請求を行使することができるんだって形で、不当に転覆者が得をしすぎないようにする形でその正し書きの規定があるんだっていうイメージですね。というわけでもう一回425条の4柱書きから見ていきますと、
債務者がした行為が転得者に対する差外行為取消請求に取り消されたときは、その転得者は次の覚悟に掲げる区分に応じね、それぞれ当該覚悟に定める権利を行使することがまあできるんだと。で、正し書き飛ばしてね、1号に行くと読みやすいと思います。425条の2に規定する行為、まあ、要は財産処分行為ね、債務者が受益者に対してした財産処分行為が取り消された場合、その行為が受益者に対する差外行為取り消し請求によって取り消されたとすればね、同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求またはその価格の償還請求、ということで、まあ、受益者がね何か取り消されて財産戻すと、受益者が債務者に反対給付してればね、その反対給付の取り戻しを受益者がまあできるんですけど、まあ、転得者はそのね、受益者が債務者に対して有するであろう、有していたであろうね、本当は実際受益者被告になってないから取り消されてないんで、反対給付の返還請求権は受益者持ってませんけど、仮に受益者被告に取り消されたときにね、受益者が債務者に対して取得していたとね想定される、その反対給付請求権、それを転得者が行使できるんだっていう条文なんですよね。で、それで正し書きのところに行くと読みやすいと思います。で、その転得者は不当にね、あの利益を必要時に、与える必要ありませんので、そこで、この正し書きですけども、ただしその転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付、またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の、ね、価格をまあ限度とするということでね、まあ、転得者が例えば受益者にそのちょっと大した額上げてなかったというような時ね、まあ、それを限度に受益者が債務者に対して持っている返還請求権を行使できるんだという形で、なってますね。さて、で今度2号ですね。こちらの債務消滅行為の話になります。1号の方は財産処分行為 の話でありましてね、こちらは、債務者が受益者に何か債務消滅行為をしていてね、それが転得者被告で、それが取り消された場合の話になります。で、2号を見ていきますと、前条に規定する行為が取り消された、まあ、場合ですね、要は債務消滅行為、債務者が何か受益者に債務消滅行為をね、弁済と、債務消滅行為をした場合、それが取り消された場合で、ここも括弧書きのとこですけど、この過大な代物弁済がされたその過大部分のところはやっぱ除かれてるんですよね。424条の4の規定により取り消された場合をまあ除きまして、でその場合どうなるかというと、その行為が受益者に対する差外行為取り消し請求によって取り消されたとすれば、まあ、実際にはね、転得者が被告になっているんであって、受益者が被告にはなっていませんので、この条文はね、そういう場面の条文ですので、受益者には実際には被告になってないんですが、仮にまあ受益者被告に、ね、して、その債務者が受益者にした行為が取り消されたとすれば、前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する、債権ということになってますけど、まあ、仮にね、債務者が受益者に何か弁済しましたよと、まあ、弁済するということは前提として受益者が債務者に対して何か債権持ってるはずなんですけど、まあ、債務者が何か受益者にね弁済していくと、まあ、その受益者の債務者に対する権利が、まあ、消滅、債権がね消滅、まあ、することになりますよね。でもそれが、取り消された場合、425条の3は何が書いてあるかっていうと、その受益者の債務者に対する債権が復活するんだと、ね、いう話を、その、受益者の債務者に対する、ねところ、そこのところが、その現状復活、受益者の債務者に対する債権がこれによって現状に復するよっていう話を、ねしましたよね。取り消されて受益者がそのちゃんとしかるべきね、財産返すとかそういうことをするとね、受益者の債務者に対する権利が現状に戻るんですよという話を、まあ、しましたが、転得者で今度、この425条の4の2号の話をすると、転得者は、まあ、そういう形で、まあ、受益者が債務者に対してね、結局債権また取得することになるんですが、その債権を、まあ、ある意味取得するっていうような、そういうような条文になってるんですよね。ただし過大な代物弁済が取り消された場合、その過大部分のところに関しては債権取得しないっていうのは、それは425条の3のところと同じ趣旨でありますね。受益者に、その過大部分のところをもともと保持させるなんか理由は何もありませんからね、まあ、そういう理由っていうのは転得者が被告になる時でも妥当しますので、過大な代物弁済がされた場合のその過大部分のところ、そこだけまあ限定ですけどね、過大部分のところに関しては権利は一切、受益者債務者に対して取得しませんので、それは転得者も同じなんだという話になってます。というわけで、もう一回2号のところ読んでいきますと、前条に規定する行為がまあ取り消された場合、つまり債務消滅行為が取り消された場合、ただしね、424この括弧書きの中ですけど、424条の4、要は過大な代物弁済のね過大部分が取り消された場合を除きますが、
その行為が受益者に対する差外行為取り消し請求によって取り消されたとすればね、前条の規定によって回復すべき受益者の債務者に対する、まあ、債権ですね、というわけで、受益者がね、この債務者に対して、まあ、その債権があったのであれば、それが現状に戻るわけなんですけどね、その債権を転得者が行使できるんだよというような条文になっております。さてで、今度いよいよ最後、差外行為取り消し権の最後の条文426条のところですが、差外行為取り消し請求にかかる訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことをね、債権者が知った時から2年経過した時は提起することができないと。でこれ提起することができないって形になってるんで、提起って言葉使ってますけど、出訴期間の制限の条文になってますね。まあ、民法なんだけどね、なんか民事訴訟法みたいなの要素がちょっと入ってるんですけど、まあ、差外行為取り消し権の場合はね、前の前回の授業で言った通り、代位権、債権者代位権と違ってね、ちょっとこう取り人の一回やった行為を取り消すっていうのは非常に大きな影響がありますので、まあ、そういう点で、この必ず裁判上行使しないといけないからね、常にその取り消し権の相手ってこう被告っていう形でまあ出てくるわけであって、でしかもその取り消し請求っていうのは必ず訴えていきて形でまあ出てくるんで、もうそこもね、なんか消滅事項とか除斥期間とかそういうような形で規定するっていうよりは、もうこの出訴期間としてね、こう規定がされてるっていうイメージですね。というわけで、債権者がした時から2年経過した時はもう訴え提起ができないっていう形で、出訴期間 の制限がね、民法に規定されてるってことですね。それから、行為の時から、これは知ったか知らないかに関係なしにね、法的安定要求の観点から、まあ、行為の時から10年を経過した時も同様なんで、これもやっぱ出訴期間 の制限、ということにまなってきますね。というわけで、以上差外行為取消権の、まあ、条文でありまして、まあなんか法改正前のね、民法に馴染んでた方にとっては結構変わってるところが、まあ、大きいので、まあ、大変だったんじゃないかというふうに思いますが、まあ、ぜひこの一回私の話を、まあ、聞いていただいて、でその後各自ね、自分で、まあ、条文引いて、まあ、イメージを掴んでいけばね、だんだん慣れてくると思いますので、まあ、ここはもう慣れるまでね、もう読むしかないなっていうところでありますので、まあ、しっかりと復習の方をね、頑張っていっていただければというふうに思います。さて、では今度、続きの方をやっていきましょう。まあ、特に大事な条文だけね、債権総論、まあ、契約に入る手前のところまでなんですけどね、債権総論残りまだいくつか大事な条文がありますので、まあ、そちらの方ちょっと見ていくことにいたしましょう。では、続きのところですけども、今度多数当事者の債権債務関係の、ね、中でも特に大事な条文ちょっとご紹介したいと思います。でまず427条を見ていただけますかね。まあ、見出しで言うと、分割債権分割債務なんてね、見出し皆さんの6本に書かれてるんじゃないかと思いますが、まあ、中身見ていきましょう。427条です。数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者はそれぞれ等しい割合で権利を有し、または義務をまあ負うんだということになりますね。まあ、例えば100万円の債権を、じゃあ5人で、こうね、持つことになった場合、準共有することになった場合は、原則、まあ、1人分割債権の原則なんで、1人20万円ね、100万円を5で割って、まあ、1人20万円の債権持ってるんだっていうような形にもなっていくと。あと債務もね、じゃあ例えば100万円の債務で債務者がまあ5人でそこを抱えましょうってことになった時は、まあ、分割債務のまあ原則なんで、100万円を5人で割ってね、まあ、1人当たりその20万円の債務をまあ負うんだっていう、そういう原則を定めたのがね、それがこの427条のところの分割債権分割債務っていう話になります。でその例外的なもので、ちょっといくつか大事なものをご紹介いたしますと、まずちょっと飛びますが、430条ですね。不可分債務、これは結構大事な条文でありまして、430条ですが、第4巻、まあ、括弧連帯債務の規定、440条の規定を除くは、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用すると。よく事例の処理なんかだと、例えば何か、動産とか、あるいは不動産をまあ売った人がいて、でその方が例えばこう亡くなられてしまってね、物を例えばこう引き渡しをする前に、で不動産だったら登記を移転する前に、その売り主が亡くなられてしまって、で共同相続が生じたと。でそういった時に、目的物の引き渡し債務とか、あるいはその登記の移転債務ね、売買契約に基づく登記の移転債務とかっていうのは、共同相続人に不可分に帰属するんだと。不可分債務として帰属するっていうふうに言われてます。一つのまあものをね、その結局一つの例えば土地建物なんかを、
その不可分債務っていう形で各共同相続人がその飼い主の方にね移転する義務を負うんだって形でよく出てくるんですけどね、まあ、それが不可分債務っていうものになってきます。でこれ結局あの連帯債務の規定がまあ順用されてますので、そこでちょっと連帯債務のね規定をまあ見ていくことにいたしましょう。でそこで特に大事なものをちょっとご紹介いたしますと、436条をご覧ください。436条で、まあ、見出しのとこですが、連帯債務者に対する履行の請求っていうに書かれてますね。で中身ですけども、債務の目的がその性質上を過分である場合において、法令のまあ規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債務をまあ負担するときはね、債権者はその連帯債務者の一人に対しまたは同時に、あるいはねこの順次に、もしくは順次に、全ての連帯債務者に対し全部または一部の履行の請求ができると。これ特徴的なのは連帯債務になると、まあ、債務者複数いるんだけど、債権者としてはあのそのね一人に対しね、しかもその全部の履行の請求できちゃうって、ここがやっぱ大きいですね。この連帯債務に関してはね、債務者複数、まあ、いるわけなんだけど、その連帯債務者の一人に対してしかもこの全部のね、この請求ができちゃうと、全部の履行の請求ができちゃうよ、まあ、ここのところがあの大きいと思いますね。であとこれ今どういう時にじゃあ連帯債務になるのっていうとね、この今条文で見た通り法令の規定または当事者の意思表示なんですよ、まあ、当事者の意思表示はねそれはあの契約で決めればまあいいことなんでね、そんなに難しい話じゃないんですけど、法令の規定ってじゃあどういう、まあ、ものがあるのかっていうと、例えばその、719条の1項ですね、あのこれ共同あの不法行為の条文なんですけど、これあの、まあ、要は民法の条文見て連帯債務になる趣旨の、ね規定がまあいくつかあるんだけど、まあ、そういったものがあの法令の規定で、典型的にあの共同不法行為のまあ条文ですね、719条の1項なんかが特にこう法令の規定になってくると、法令の規定で連帯債務になってくるんだって話になってきますね。というわけでじゃあもう一回ちょっと436条を見ていきましょう。債務の目的がその性質上不可分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によってね、数人が連帯して債務を負担するときは、債権者はその連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部または一部の履行の請求ができると。で特にポイントはね、この連帯債務になると債務者が複数いるんだけど、一人に対して全部の履行の請求ができちゃうよっていうところね、ここがまあ大きなポイントになると思いますね。さてで連帯債務に関して、あの連帯債務者の一人に何かこう、生じたことがね、他の連帯債務者に影響するのかどうかっていう話が問題になるんですよね。でその一人に、まあ、連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響するようなもののことをあの絶対項で、逆に連帯債務者の一人に生じたものが他の連帯債務者に影響しないようなものはあの相対項だっていうふうにあの言うんですけど、絶対項があるものをちょっと確認していきましょう。で例えば438条の公開ですね、438条、連帯債務者の一人と債権者との間に公開があったときはね、債権は全ての連帯債務者の利益のためにまあ消滅するんだと。これ絶対項ね、連帯債務者の一人に何か公開があったときに、そのね他の連帯債務者との関係でもそのね債権が消滅するよってことになってますね。これ絶対項があるということになります。公開には絶対項があると。そして今度439条のまず1項ですね、これ総裁のまあ絶対項の話ですけども、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が総債を援用したときはね、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅すると。まあ、ここもやっぱりあの全ての連帯債務者の利益のために消滅ってなってるから、総債も絶対項があるんですよね。誰か連帯債務者の一人がなんか債権者に債権持っててね、でその連帯債務者が、総債の意思表示を増してね、総債の効力を発生させると、他の連帯債務者との関係でもですね、この連帯債務が消えると、まあ、債権が消えるんだって形になってます。で今度439条の2項ですけども、全項の債権を有する連帯債務者が、まあ、総債援用しない、その自らね総債の意思表示しないようなあのこともあることを想定して、総債を援用しない間はね、その連帯債務者のこちらの負担部分にまあ限定になるんですけども、その債権者の方に対してなんかね自動債権持ってる連帯債務者がいると、でそれが自ら特にこう総債行使しないときは、その連帯債務者のまあ内部的なまあ負担部分のね、限度において、他の連帯債務者は債権者に対してその債務の履行を拒むことがまあできるんだということで、まあ、こちらは、履行拒絶権という形であの規定があのされています。
まあ、必ずしもこう債権が、ね、消滅するっていうことを直接規定してるんじゃなくて、まあ、利己拒絶権があるよっていう形でなってますね。なんでまあ直接的に絶対効があるのは、まあ、その債権者に自らね自動債権持ってる連帯債務者の一人がその総債権の一生児をして、自ら総債権行使した時、まあ、その時は絶対効を生ずるんですけどね、まあ、そうじゃない時はその利己拒絶権っていう形でバランスを取ってるって感じですね。さてじゃあ今度440条ですけれども、これあの混同ですね、連帯債務者の一人と債権者との間に、まあ、混同、あの混同ってあの物件の混同と債権の混同がありますが、まあ、これあの債権の混同をあの想定してますので、まあ、例えば連帯債務者と債権者との間で、まあ、相続がまあ起こってしまうというような場合ね、まあ、例えば債権者がまあ亡くなって連帯債務者が債権者の地位をまあ相続するみたいなね、まあ、そんな感じで混同があったような時ですけども、まあ、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時はね、連帯債務者は弁済をしたものとみなすと、これもやっぱりあの絶対効ね、があるんだという旨のまあ規定だというふうになってます。というわけ で、逆に言うとそれ以外のもの441条でこれ相対効しかないということになってるんですけど、絶対効が、ね、あるものは今見た通り438条の、まあ、公開と439条1項の、まあ、総裁、それから440条の、まあ、混同ですね、これしかないんですよね絶対効がね。でそれ以外のものは441条にありますけど相対効しかないと、要は連帯債務者の一人に何か、ね、生じた事由は他の連帯債務者には影響しないんだということになりますね。でここ法改正で結構変わったところでありまして、債権法改正前はね、例えば履行の請求とか時効の完成、これ絶対効だったんですが、それがあのなくなっちゃったんですよね絶対効ね。さっき見た通りあの公開と総裁と混同しかありませんので、まあ、履行の請求とか時効の完成はもうあの絶対効がなくなってしまったと、まあ、言い方変えれば相対効しかないあのものになってるんだという形であの解釈することが可能になります。ちなみに履行の請求に絶対効があった時代はあのどういうことになるかというと、履行の請求の結果、例えばあの期限の定めのない、ね、債務であると、それによってあの履行地帯には陥れさせることができることで不地対効が、ね、生じたり、あるいは、履行の請求っていうのはあの今でいうとこの時効の完成猶予、まあ、147条の1項ですね、新民法、まあ、当時は時効の中断とかってね、あの法改正前言ってましたけど、まあ、法改正後であれば、例えばこの履行の請求ね、147条、ちょっとすいませんね条文飛ぶあのだいぶ飛んでしまいますが、147条ちょっと見ていただけますかね。147条で、147条、次に掲げる事由がある場合にはその事由が終了する、ちょっと格書き飛ばしますね、終了するまでの間は時効は完成しないと。で1号であの裁判上のまあ請求ってのがあります。でまあ、法改正前はね、こういったあのこう履行の請求、まあ、すると絶対効が生じてね、この時効の当時は中断で、今はまあ時効の完成猶予という形になりますけども、まあ、そういう形で時効に影響してたんですけどね、そういったことがあの影響しなくなったよということになってくるということになりますね。じゃあちょっと441条見ていきましょう。先ほど見ました条文がねここで出てますけど、438条、これはあのさっきの公開の条文、そして439条1項、これはあの総裁の絶対効の条文ね、そして前条っていうのはこれ混同の絶対効の条文ですけども、の規定、ね、そういったところで規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないんだということになってます。だけど、まあ、相対効ね、ただこのただし書きっていうのがあって、まあ、当事者の一生児、そこは尊重しましょうってことでね、ただし債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときはね、当該他の連帯債務者に対する効力はその意思に従うと。だから一応条文上はあの絶対効があるものはね、その438条の公開と439条1項の総裁とね、440条の混同だけなんですけれども、まあ、契約をすることによってね、特約を結ぶことによってそれ以外のものに絶対効を及ぼすことまでは禁止してないんだということですね。まあ、債権法というのは基本的に任意規定というのが多くてね、まあ、当事者の契約があるんであればそっちを優先しましょうというのが基本的な発想なんですけどね、まあ、そこを、まあ、最初から明文化してくれてるというような感じですね。さてじゃあ今度442条いきます。連帯債務者間の求償権というところですが、連帯債務者の一人が弁済をし、その他、自己の財産を持って共同の面積を得たときは、その連帯債務者はその面積を得た額が自己の負担部分を、超えるかどうかに関わらずね、他の連帯債務者に対しその面積を得るために支出した財産の額
一応過去書きの中を見ていくとね、その財産の額が共同の面積を得た額を超える場合にあってはその面積を得た額なんですけどものうち、各自の負担部分に応じた額の、まあ、給付権を有するということになりますね。まあ、連帯債務の場合ね、内部的な負担割合を、中で決めてることがありますけども、その負担部分内部の負担部分を超えなくてもね、実際にあの面積行為を、まあ、得る、ために支出した財産、についてはね、連帯債務者の一人が、まあ、何か自分の財産、から、その弁済をしたような時は、まあ、その内部の負担割合に、応じてその他の連帯債務者に求償ができるんだっていうことをね、まあ、明文化しているということになりますね。で今度442条の2項ですけども、前項に規定する求償は弁済その他面積があった日以後の、まあ、法定利息、それから避けることができなかった費用、それからその他損害の賠償も包含するということになってますね。というわけで、まあ、連帯債務の求償のポイントとしては、まあ、その面積を得た額が自分の負担部分を超えていなくてもまあいいんだという話になりますね。実際にまあ支出した財産があればね、面積行為をしたのであれば、自分の財産を支出して面積行為を得たのであればね、その負担部分、内部的な負担部分に応じてその他の連帯債務者に求償できるんですよって話ですね。でその求償の範囲は、まあ、実際にその支出した財産、ただしそのね、面積を得た額を超えてなんか余分に過剰な代物弁済とかするのはそれはその本人の勝手なんでね、それは本人で責任取ってくるってことなんで、その過大部分のところはね、その他の連帯債務者に求償することはまあできないわけなんですけども、その面積を得た額限度にですね、その実際支出した額の他に、まあ、法定利息とか費用とか損害賠償ね、まあ、そういったものもあの求償できるんだよってことを、この442条の2項の方でまあ規定しているということになりますね。さて、じゃあ今度ね、まあ、大事な条文、特に大事な条文だけちょっとこちらの授業ではご紹介させていただいてますので、今度保証の方に飛んでいきますね。保証の方です。446条に行ってください。今度ね、保証の方に入っていきましょう。さて、では446条のところですけども、まず1項ですね。保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにね、その履行をする責任を負うんだと。で2項ですけども、保証契約は書面でしなければその効力を生じないということになってますね。それから3項、この書面は電磁的記録でもまあいいですよと。契約書みたいな形でね、やる、紙にするんじゃなくてもね、まあ、電磁的記録でもまあ構わないよと。パソコンのデータに残しておいてくれてもまあいいんだということになります。そして、保証債務の範囲ですが、447条でこれは1項のところだけご紹介しますね。447条1項、保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものをまあ包含するということになりますね。まあ、保証債務ね、元本だけじゃなくて、まあ、利息とか、まあ、違約金、それから損害賠償、まあ、なんか履行地帯になっちゃってね、遅延損害金が生ずるんだということになったら、まあ、そういったことも含めてね、保証債務の中に入ってくるんだということになってきますね。まあ、それが447条の1項になります。で今度452条に飛んでってください。債国の抗弁というものですね。452条、債権者が保証人に債務の履行を請求したときはね、保証人はまず主たる債務者に債国すべき旨を請求することができるんだと。これあの本文のところだけ押さえておいてもらえればと思いますね。というわけでもう一回ね、452条のまあ本文ですが、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に債国すべき旨をまあ請求することができるんだということね。まあ、本来やっぱ主債務者がね、保証人じゃなくて主債務者の債務なんで、本来主債務者が払うべきものなので、まあ、そういったもので保証人には債国の抗弁というのがあります。それから同じような趣旨で検索の抗弁というのがありますが、453条ですね。債権者が前条の規定に従い主たる債務者に債国をした後であってもね、保証人が主たる債務者に弁済をする資力がありかつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず、主たる債務者の財産について執行しなければならないんだってことになってきますね。まあ、これもやはり本来ね、あの主債務者がやはりこう弁済、第一的な弁済義務を負ってますのでね、まあ、そういう点でこういった抗弁が保証人の方にあるんだということになります。ただし、454条ですね、連帯保証しちゃった場合は、その連帯保証人はですね、こういった債国の抗弁とか検索の抗弁がないんですよね。まあ、454条、保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担したときはね、前2条の権利を有しないということになります。だけど、まあ、連帯保証人って非常にね、あの重い責任なんでね、まあ、なるときは非常に慎重に、ならないと、まあ、いけないというふうに、考えておいてください。さて、今度ね、457条の方に飛んでいきます。でこれはね、1項と2項だけご紹介しますね。457条の1項のところ
ですけれども、主たる債務者に対する履行の請求、その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずるんだと。これは保証債務の不従性ですね。保証債務が成立しなければこの主債務、もう一回ちょっと言い直しますとね、保証債務って主債務によく不従してるっていうように言うじゃないですか。まさにその不従性のこれ現れの条文でありまして、主債務者に生じた事由は基本的には保証人の方にも生じていくっていう条文なんですよ。その不従性の現れですね、趣旨としてはね。なんで457条の1項もう一回見ていきますと、主たる債務者に対する履行の請求、その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずるんだということになってますね。で今度2項ですが、保証人は主たる債務者が主張することができる公弁を持って、債権者に対抗することができるんだということになりますね。基本的に保証債務って主債務に不従しているわけで、やっぱ主債務がメインなわけでありまして、でこの2項なんかもね、やっぱり保証人が主債務者よりも不利な立場に置かれるっていうのはおかしいわけでありますので、主債務者が債権者に対して、何かね公弁を持ってるんであれば、それは保証人も同じように債権者に対して公弁をね、対抗できるんだよっていう条文になっておりますね。というわけでこれは保証債務の不従性ね、保証債務ってのは主債務に不従してるんだということの表れだということになってます。さてで今度ちょっと条文飛びまして、459条の方行きましょう。委託を受けた保証人の求償権の話をしていきます。で459条の1項のとこですが、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為、以下ね債務の消滅行為というように言いますが、その債務消滅行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対しそのために支出した財産の額ですね、その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあってはね、その消滅した額の求償権を有するということになりますね。これも過去書きの中ね、保証人が勝手にこうなんか主債務の額以上に必要以上にこうね何か大仏弁済とかでやったとしても、その過剰な部分のところをそこをこう保証主債務者の方に求償できるっていうのをやっちゃうとね、勝手に保証人が過大に弁済してるだけであって、それを主債務者にこうね責任を負わせるのはちょっとかわいそうなんでね、そういう点で、その債務消滅した額限度に求償権持つってことになるんですが、いずれにしろ委託を受けた保証人についてはね、主債務者に代わってね弁済その他自己の財産を持って債務を消滅させる行為、実際にこの債務消滅させる行為をしないといけないんですけど、それをした場合ね、した財産の額を求償できるんだということになります。でその委託を受けた保証の場合、求償の範囲が広くて、今度459条の2項ですね。でこれさっき連帯債務のところで見た442条の2項なんですけど、442条の2項もう一回見てください。連帯債務のとこですが、これ求償権の範囲が広いんだって話なんですよね。もちろんこう弁済した額はね、442条の1項で入ってるんですけど、それに加えてこの2項のとこでね、法定利息とか費用とか、あとこう損害が生じた場合ね、損害賠償、こういったものも、その求償できるんだっていう条文がね、442条の2項でしたけど、委託を受けた保証人の場合はそういったね、その法定利息とか費用とか損害賠償、そういったものをすべてね、その主債務者の方に求償できるんだっていう条文になってますね。でこれちょっと新しい条文なんでご紹介していきましょう。459条の2のところを見てください。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときはね、要は弁済期前に保証人が弁済しちゃったよという場合の話が書かれてます。そういう時の求償権の範囲が書かれてるんですけどね、もう一回見ていくと、459条の2の第1項ですが、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、主たる債務の弁済期前にね債務の消滅行為をした時は、その保証人は主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時、利益を受けた限度において求償権を有するということになりますね。でその当時利益を受けた限度ってどういうことかっていうと、ちょっとメモを書いてきましたけど、保証人が例えば期限前に弁済
した時から本来の弁済期までの間の利息は求償できないんだということに今なってきます。その勝手にまあ期限前弁済、しちゃってるんでね、例えばこう早く弁済したからその利息分を、保証人が主催名じゃ求償できるかっていうと、そこはできないように今なってるわけなんですよね。期限前弁済してしまうとね、それがこの主たる債務者がその当時利益を受けた限度において、求償権を有するという形になっています。あとこの場合、459条の2の1項の後段ですけど、この場合において主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に例えば総債の原因を有していたことを主張するときはね、保証人は債権者に対しその総債によって消滅すべきだった債務の履行を、請求、することができるということになります。これ言い換えると保証人が期限前弁済をね、してしまったというときにね、主債務者がなんか債権者に対して、この自動債権のね、何か発生原因持ってるような時であれば、そこのところね、その保証人の方から主債務者の方に求償した時にそこの部分のところは求償に応じなくていいことになるってことを裏を返せばね書いてあることになりますね。でその場合じゃその後の法律関係どうするのかというと、保証人はその債権者の方にね主債務者の方に対してそこを求償するんじゃなくて、保証人は債権者に対して、その総債によって消滅すべきだった債務の履行の請求ができるんだってことに今なってきますね。さてで今度2項ですけど、今期限前弁済の、求償の話してるんですけども、2項です。前項の規定による求償は主たる債務の弁済期以後の法定利息、それから弁済期以後の債務消滅行為をしたとして避けることができなかった費用その他損害賠償を包含すると、逆に言うとね、裏を返せば、その弁済期前の、利息は請求できないというんで、その上と同じ趣旨なんですけどね、そこ改めてこう書いてあるという感じになります。とにかく期限前弁済を、されてしまった主債務者の方としては本来期限の利益持っているわけなんですけども、それを、保証人の方で期限前弁済されてしまった場合ね、その期限の利益を奪われないような規定にこう、459条の2項とか459条の2の、1項とか2項の方はできているって感じですね。あと3項も同じような趣旨なんですけど、第1項の求償権は主たる債務の弁済期以後でなければやっぱ行使できないということでね、結局勝手に保証人が期限前弁済をしてしまってもね、主債務者の期限の利益はちゃんと守られるようなね、そういう条文にはなっているという感じですね。それから460条、これは別に債権法改正によって変わってないですけど、大事な条文なんで見ていきましょう。460条ですが、委託を受けた保証人だけはね、事前の求償権ができるんですよね。460条ですけど、保証人は主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときはね、主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができると、よく担当知識がなんかでね、保証人の事前求償権、これは委託を受けた保証人だけになります。649条でね、委任契約、委託受けた保証ってある意味委任みたいなものなんですけど、委任の場合って費用の、前払い請求ができるんですよね。でその460条ってのはそれと同じような趣旨なんだけど、ちょっと若干その、事前求償できる場合が委任の場合と比べてちょっと狭くなってるんですよね、保証の特殊性踏まえてね、で例えば、どういう時にじゃ事前求償できるのかっていうことで、委任の、費用の前払い請求よりちょっとこう限定されてるんですけれども、例えばこの大事なのはこの2号ですね、その債務が弁済期にあるときなんかね、こんなときはこの事前の求償ができるんだということになってきます。逆にそれ以外のときにこう、1号とか3号に書かれているとき以外、1号から3号までに書かれているとき以外に、事前求償認めちゃうと、なんか保証人が保証主債務者の代わりに保証した意味がなくなっちゃいますよね。常になんか事前求償保証人にね、保証人が主債務者に求められるんだってことになると、主債務者としてはなんか保証人つけた意味がなくなっちゃうからね、そういった意味で委任の場合の費用の前払い請求と比べるとちょっとこう事前求償できる場合が限定されてるんですけどね、その一例としては債務がもう弁済期にあるときね、こういうとき非常に保証人が自分の保証債務を履行する危険が非常に迫られていることになるので、こういう時は事前の求償を認めてあげるという感じになってきます。で後のところちょっとパスいたしまして、で大体ね、多数当事者の債権債務関係のところで大事なところはね、大体こんな感じのところに、いたしましょう。じゃ今度、債権譲渡の方にね、飛んでいくことに、いたします。債権譲渡の方ですね、466条のところを開けてください。
債権譲渡ですね。でこれも大事な条文いくつかご紹介いたします。まず466条の1項ですが、債権は譲り渡すことができると、まあ、債権ね、譲渡自由だという原則になってます。ただし例外がありまして、その性質がこれを許さないときはね、この限りではないんだということになりますね。そして例えば絵描きさんに絵を描いてもらう債権をね、皆さんが取得したとしたら、その債権勝手に別の人に譲られてしまってね、本当はその人だから絵描いてもらいたいと思って絵描いてもらう債権というのを取得したのに、その債権勝手に譲渡、まあ、されてしまうと、いろいろこうちょっと想定してるのと違うような感じになってしまいますよね。例えばこう絵を描いてもらう債権、というのを譲渡されてしまうと、その当事者の個性ね、というのがあって、そういう個性があるからこそ、そういう債権を結んだっていう時で、ケースバイケースで事例ごとに考えていかなければいけませんけど、いずれにしろ、性質上ちょっとこういう債権譲渡しちゃいけないよなっていうのを個別具体的に考えていきますけどね、そういう時は例外的に、その譲渡が制限されるんだってことになってきます。ここは丸暗記するところじゃなくて、その個別、具体的にね、こういう債権はやっぱりこの債権者を固定させておかなければいけないなとかね、本当にケースバイケースで事案に即して見ていくんですけど、それがこの正しいのね、原則と例外という形になってますね。基本債権は譲渡自由なんですけども、例外的にね、その性質上その許されない、譲渡が許されないようなものに関しては譲渡ができないんだって形になってます。さて、今度そこはいいとしてね、2項の方行きましょう。で2項以下がとても大事になってきますね。譲渡制限のね、一生時なんですけども、ここも法改正によって結構整理されたところになってますね。改正前と比べて整理されたところになってます。で2項ですが、当事者が債権の譲渡を禁止しまたは制限する旨の一生時ですね、譲渡制限の一生時、譲渡禁止特約とかっていうふうに言うこともありますけどね、条文上は譲渡制限の一生時になってますが、それをした時であっても債権の譲渡はその効力を妨げられないんだと。法改正前は譲渡制限の、一生時、譲渡制限特約に反して債権譲渡しちゃうとそれ物件的に無効なんだっていう形で解釈してたんですけど、やっぱこの取引の安全っていうのがありますのでね、債権譲渡、債権取引に関する安全というのがありますので、基本的には譲渡制限の一生時に反して、譲渡がされてもその効力はこの物件的に無効にね、絶対的に無効になるんじゃなくて、とりあえず効力が妨げられないって形で規定されてます。ただし、この3項ですね、全項に規定する場合において、ですね、全項に規定する場合には譲渡制限の一生時がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲り受人その他第三者に対しては、債務者はまず履行拒絶権を持つことになります。譲渡制限特約に関してね、譲渡制限の一生時に関して悪意または重過失の譲り受人、その他第三者、転得者含めてね、その他の第三者に対しては債務者はまず履行の拒絶権を持つということで、債務の履行を拒むことができ、かつ譲り渡しに対して何か弁済その他債務消滅行為をしていたようなときは、そういった債務を消滅させる自由をその第三者に対抗できるんだという形で規定されているということになりますね。というわけで譲渡制限の一生時って債権ね、2項で言うと、まず2項で原則、それも原則、有効に譲渡はできるんだと。ただし悪意または重過失の、譲り受け人に対してはね、その債務者は履行拒絶権を持つし、仮に、譲り渡しに対してもすでに何か債務の、弁済等を、していたんであれば、そういった債務弁済の等による債務の消滅を、譲り受け人その他第三者に対抗できるんだという規定になってます。でこの時ですね、例えば債務者が3項で履行拒絶権を行使しましたと。でこういう時にね、じゃあ債務者は履行拒絶権、譲り受けに対して行使したのはいいけど、その大元の譲り渡しにも債務を弁済しないということもあり得るんですよね。そうするとその債務がちょっとこう宙に浮いちゃうような状態になっちゃうんで、そういった宙に浮いた、状態をね、うまく解決するために4項という規定があります。でそこで4項ですが、前項の規定は債務者が債務を履行しない場合においてね、こういう時に宙ぶらりになっちゃうんですよね。債務者譲り受け人に対しては履行拒絶権行使するし、例えば大元の譲り渡しに対してはね、あなたも債権譲渡したんだから今債権者じゃないじゃないですかみたいな感じでね、どっちにもこう債務を履行しない、ことがあり得るんですよね、起こり得るんですね。そんなところに
対応するために、もう一回ね4項ですが、前項の規定は債務者が債務を履行しない場合において同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲り渡し人への履行を催告し、その期間内に履行がないときはね、その債務者については、まあ、適用しないんだってことになって、結局あの譲り受け人その他第三者が債務者の方に対してね、まあ、とにかくもう譲り渡し人の方にじゃ あの履行をしてくださいよって形で、まあ、催告してね、で相当期間内に履行しないとその3項の、ね、履行拒絶権を奪われてしまうんだという形でね、まあ、宙にあのこう浮かないような状態にあのされているということですね。さてで今度ちょっと条文飛びまして466条の6のところを見ていきましょう。将来債権の譲渡制って見出しがついてるんですけどね、466条の6です。債権の譲渡はその一生時の時に債権が現に発生していることを要しないということで、まあ、従来の判例法理でね、あの将来債権も譲渡できるんだっていうのがあの認められてたんですけどね、将来発生する債権もね、譲渡できるんだっていうのが認められていたんですけども、まあ、それがあの明文化されているというような感じになってますね。さてで今度次です。今度は467条以下のところを見ていきましょう。債権譲渡の対抗要件ですね。467条まず1項ですが、債権の譲渡括弧でここで現に発生していない債権の譲渡を含むってなってるんで、あの将来債権ですね、が譲渡された場合の対抗要件も同じようにね、あのもう現に発生している債権の譲渡と同じようにあの対抗要件の不備ができるんだってことがあの括弧書きの中であの明文化されております。というわけで、まあ、対抗要件の譲渡は同じだってことになりますね。将来債権だろうが今現に、ね、発生している債権であろうが同じ条文が使われます。で467条1項もう一回見ていくと、債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を含むは、譲り渡し人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければね、債務者その他第三者に対抗することができないと。で、2項ですが、前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければね、債務者以外の第三者に対抗することができないよってことになってますね。あとはまあ468条の1項だけ見ていきましょう。債務者は対抗要件具備時までに譲り渡しに対して生じた事由を持ってね、譲り受け人に対抗することができると。まあ勝手になんかね、債権があの譲渡されてしまって、それでなんか債務者がね、まあ、譲り渡し人の債権者の都合で債権譲渡していて、しておいてね、債務者に何か不利益をこう負わせるっていうのはかわいそうになりますので、まあ、債務者が元の債権者にね、つまり譲り渡しに何か対抗できた事由があるんであれば、それは譲り受け人の方にも対抗することができるんだということになってきますね。まあ、こういう時に、まあ、あの聞き流しておいてくれればいいんですけど、まあ、従来の異議を債務者が、ね、異議をとどめないあの承諾をしてしまうと、それをあのこう債務者は新しい債権者に対抗できないという条文があったんだけど、それはちょっと債務者がかわいそうなんだってことでね、まあ、債務者が不足の損害を受けることになるんだってことで、それはあの新法の下ではそういう制度が廃止されておりますね。そういう規定は一切なくなっているということになってきます。さてじゃあ今度債務引受の方に行きます。470条を見てください。今まであの債務引受っていうのはね、債権法改正前はあのまあ解釈上のまあ制度であって条文にはなかったんですけども、まあ、要件とか効果がね、その従来の解釈論を踏まえてまあ明文化されてるっていう感じですね。で中身見ていくと、まず、併存的な債務引受の要件と効果と面積的な債務引受の要件と効果分けてあの規定されてるんですね。で470条の方はあの併存的なあの債務引受の要件と効果の規定になります。でちょっといくつか紹介していくとね、まあ、470条1項、併存的債務引受の引受人は債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一内容の債務を負担すると。これもあの法律上連帯債務になるね、さっきあの連帯債務の規定で法令の規定によって連帯債務になるんだって話ありましたけど、これもあの条文上ね、なんかこう連帯してってなってるから、まあ、これも法律の規定で法令の規定で連帯債務になるものの一例になってきますね。だけど併存的債務引受があるとね、まあ、その後連帯債務になっちゃうと、要は債務者が複数いるような状態になっちゃうということになりますね。でこれがね、1項が要はあのこの併存的債務引受の要は効果があの書かれてます。なんで以後連帯債務になるということになります。でその要件が2項と3項にあります。まず2項ですが、併存的債務引受はあの債権者と引受人となる者との契約によって、まあ、することができるということになってますね。さらに3項ですけども、これまた別の要件です。2項または3項どっちでもまあいいんですけど、3項、併存的債務引受は債務者と引受人となる者との契約でもすることができます。ただこれ債権者が入ってませんよね。あの債務引受がされた時にやっぱ債権者でちょっとこう不利益をあの誰が債務者なのかって、ね、やっぱ気にしたいところでありますので、まあ、債務者と引受人
との間で、まあ、やってしまった場合はね、この場合は、この場合において併存的債務引き受けは債権者が引き受け人となるものに対して承諾をしたときにその効力を生ずるんだという形になってますね。まあ、一応債務者と引き受け人でも契約は締結はできるんですよ、この3項の前段からするとね。だけどその契約の効力を生じさせるためには債権者のこの承諾が必要になってくると、まあ、その承諾時に効力が生ずるという規定になってますね。で今度ねちょっと飛んで面積的債務引き受けの要件効果の条文を見ていきましょう。472条ですね。で472条の1項ですけど、ここは効果が書かれてます。効果がで見ていくと、面積的債務引き受けの引き受け人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担しですね、債務者は自己の債務を免れるということね。なんで連帯債務にならないということですよね。もう結局面積的な債務引き受けがされてしまうと、その法律効果としてはね、まあ元々の債務者は債務を免れるんだということに今なってきます。で要件がね2項と3項に書かれてますね。で2項ですが、面積的債務引き受けは債権者と引き受け人と、まあ、なるものとの契約によってもすることができると、よってすることができると。でこの場合においてね、面積的債務引き受けは債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知したときに、まあ、効力を生ずるんだということになりますね。まあ、基本債権者と引き受け人でできるんですけどね、まあ債務者の利益もまあ考えて通知したときに効力が生ずるという規定になっています。で今度3項ですが、面積的債務引き受けは債務者と引き受け人となる者が契約をして、債権者が引き受け人となる者に対して承諾をすることによってもすることができるということでね、まあ、一応債務者と引き受け人で一見できそうなんだけど、やっぱ特に面積的債務引き受けっていうのはもう、ね、従来の債務者がもう債務を負わなくなっちゃうっていう点で完全に債務者が入れ替わっちゃうんで、債権者にとって非常に重大な利害関係がね、ありますよね。まあそういう点でもう契約、する段階でまず債務者と引き受け人でもまあできるんだけど、でもこの引き受け人、この債権者がこの承諾をね、引き受け人となるものに対して承諾を、することによってすることができるというのは、逆に言うとこの承諾がないと契約成立させられないんですよね。まあ、というわけで三面契約、債務者、引き受け人、それから、こちらね債権者、このまあ三面契約になるという形になってます。これなんか条文が似てるんだけど、470条の3項と一見似てるんだけどちょっと違うようになってるの気づきますかね。この併存的債務引き受けのね、470条3項はとりあえずこの併存的債務引き受けの場合は債務者と引き受け人との契約でまずすることができる、これで一見まるで区切られてるんですよ。だからこの債務者と引き受け人でまず契約の成立ができます。ただしその効力が生ずるのは債権者が承諾した時なんですよって形で、この微妙な違いがあるんですよね。まあ472条の、方ね、面積的債務引き受けの場合はこの条文の規定上はこれね3人関わっていないとそもそも契約が成立できないんだっていうような規定になってるっていうのは読んでいくといいかなっていうふうに思いますね。まあ、実質的にはね効力生じないと結局そのね履行の請求とかできなくなっちゃうんで、まあ、最終的な事例処理する上ではね実質的な差は生じにくいとは思うんだけど、一応まあそういう形でね、条文の方がちょっと変わってるということになってますね。まあ、併存的債務引き受けの場合は元の債務者が別に元の債務者も債務者のままでありますので、債権者のに対する影響がね、まあ、面積的債務引き受けと比べるとまあ小さいのでね、まあ、そういう点で470条の3項はねとりあえず債務者と引き受け人との間だけで契約できますよと。ただ効力発生時をまあその債権者の承諾時だって形でまあバランス取ってるんですけどね、面積的債務引き受けの場合は、まあ、元の債務者がもう一切債務を負わないっていうことになるんで、債権者の利害が非常にね、大きく左右されますので、まあ、そういう点で、債務者と引き受け人と債権者、まあ、そこで、とにかく債権者が関わらないと契約は絶対に成立させられないんだっていう感じですよね。472条の2項と3項を比べてもね、まあ、共通点はとにかく債権者が関わってこないと、まあ、契約が成立させられないんだっていう、そういう感じのイメージだと思いますね。あとちょっと面白いのがね、後で皆さん自分で読んだ時に条文読みにくいかなと思うのをご紹介すると、472条の3にちょっと飛んでってもらえますかね。面積的債務引き受けの引き受け人は債務者に対して求償権を有しないってなってるんですよ。まあ、逆に言うと併存的債務引き受けの場合はね、特にそういう制限がないのと、さっき言った通り連帯債務と同じようになりますので、連帯債務になりますので、まあ、連帯債務の求償権の規定使ってね求償できるんですけど、面積的債務引き受けの場合はその引き受け人は元の債務者に求償できないんですね。でそれなんでかっていうと、面積的債務引き受けがされるとその法律効果、さっき
472条の1項を、まあ、見ましたけど、あの債務者は自己の債務を免れるって書いてあるんですよ。でそうするとね、債務、あの面積的債務不履行がされると、一応法律上債務者は債務一切負ってないことになりますのでね、まあ、実際には何かしらのこう法律関係は債務者とその引き受け人との間であるんでしょうけど、一応面積的債務引き受けっていう形の側面からまあ見たときにね、まあ形式的に見たときには、まあ、そこで債務者は自分の債務を免れますので、連帯債務のように何かこう代わりに債務をね、あの支払ってもらったみたいな感じで、あのあるいは保証みたいな感じでね、あの何か代わりに支払ってもらったみたいな感じで、その求償権の根拠になる法律関係、要は債務関係がないんですよ、表面上はね。というわけでそういうのが反映されて472条の3で、面積的債務引き受けの引き受け人はね、債務者に対して求償権を取得しないんだという形になってますね。さてで、あとね、債権総論でだいたいこうややこしい条文ほぼここでご説明できたんですけど、まあちょっとあとね10分ぐらいちょっとこのスタジオを確保できてますので、10分ぐらいでちょっと簡単にじゃあ説明できる、条文をご紹介、していきましょうかね。そうすると今度ね473条、弁済、あのこれ従来解釈でやってたあのものがね明文化されてますね。当たり前すぎる、まあ、条文なんだけど、逆に言うとあの債権法改正前になかったんですよね、まあ、473条見てください。債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときはその債権は消滅するってことね。だけど、まあ、なんか論文試験でもし弁済の何かこうこと書くときは、まあ、473条を引用してもらえるといいかなっていうふうに思いますね。さてであとね、面白そうな条文、今度大仏弁済の条文ね、これ今までの解釈論が結構こう要件効果に関する解釈論がある程度明文化あのされましたね。482条見てください。弁済をすることができるもの、まあ、かっこ弁済者ですけどね、まあ、あの債務者自身じゃなくてあの第三者でも、第三者弁済っていうのがありますけどね、まあ、第三者でもまあいいので、債務者っていうふうにあの規定しないでね、弁済をすることができるものという形でまあ書かれてますが、まあ、弁済をすることができるもの、まあ、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に変えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨のちゃんとあの契約だっていうことがね、大仏弁済ってあの契約でやるんだっていうことが明文化されてます、まあ、従来の解釈論がただ明文化されてるだけなんで実質的なあのこの規律の変更はないんですけどもね、まあ、大仏弁済がその契約なんだっていう話があのここで書かれてますね。それからその弁済者が当該他の給付をしたときはその給付は弁済と同一の効力で、さっきあの弁済の条文にありましたけど、弁済の効力っていうのはあのこのね債権の消滅なんですよね。というわけで、大仏弁済ね、実際にまあ契約した後に契約しただけではあの債務は消滅しないんだと。じゃあいつ債務は消滅するのって言ったら、まあ、482条の規定によるとね、まあ、実際にその給付をした時ね、まあ、契約した通りのその給付をした時に弁済と同一の効力、つまり債権の消滅の効果がまあ得られるんだってことになってきます。だけどこれ従来の解釈論がね、その明文化されているものだっていうふうにあの言われてますね。まあ一応こうね意思主義でありますので、例えばその契約時にね、その目的物の所有権が移転するようなものに関しては、まあ、特約がなければ基本契約時に所有権移転するんですけれども、まあ、実際に債務の消滅行為が債務の消滅っていう効果が生ずるにはね、現実にあの実際に給付を、ね、しないといけない、契約通りのね大仏弁済契約通りの、給付をしないといけないんだっていうことになってきますね。あと483条、これあの現状引き渡し義務でね、法改正前はとても大事な条文だったんですが、新法改正法の下ではね意外と使うところが少なくなって、あの重要性が下がった条文というふうに言われてます。でちょっと見ていくと483条です。債権の目的が特定物の引き渡しである場合において、契約その他債権の発生原因及び取引所の社会通念に照らし、その引き渡しすべき時の、ね、品質を定めることができないときは、ここがあの入りましてね、で結局今ね債権というのはあのこの今考慮数が上に書かれてますけど、契約その他債権の発生原因及び取引の社会通念に照らすとね、大体その品質を契約の解釈から定めることができるはずなんですよ。なので逆に言うと、そういったところからその品質を定められないっていうのはよほどの特殊な、ね、例外的な場合じゃないとこうできなくて、ある意味法定債権の時ぐらい、法定債権ね、法律の規定によって当然生ずる債権、要は契約によって生ずる債権じゃなくて法律の規定によって生ずる債権ぐらいでしかないんじゃないかというふうにあの実際言われちゃってね、まあ、そんな感じでこれほとんど使う場面が新法の下ではないんじゃないかというふうに言われてるんで、まあ、あの非常に重要性がね
下がっているものでありますね。というわけで、まあ、一応483条を見ていくとね、債権の目的は特定物の引き渡しである場合ね、結論としてあの現状引き渡し義務を負うんだけど、結局その契約等からね、その品質定めることができないときなんですよね。まあ、逆に言うとあの定めることができるんであればね、で多くの場合は契約上定めることができるはずなんですけど、で契約上定まってるんであればその定められた通りのものを引き渡さなければ、まあ、いけなくなりますんで、まあ、483条はその事例においては使われないんだってことに今なってきますね。というわけで、まあ、こういう形でね、483の条文結構こう丁寧なあの規定がされてるんですけど、まあ、新法の下ではほとんど契約上ね、契約上の債権というのは契約によって大体その品質が決まってしまいますので、引き渡すべきその品質が決まってしまいますので、まあ、そういう点ではほとんど使われないんじゃないかというふうにあの言われておりますね。まあ、これも聞き流しておいてくれればと思うんですけど、まあ、法改正前はね、特定物に関してはとにかくあのこの現状引き渡しさえすればもう債務不履行がまあないんだというようなあの形でまあ考えられてたんですけど、新法の下ではあの別に特定物だからって言って現状引き渡しでね、その直ちにこの債務から免れるということはなくて、やっぱ契約をした以上はあの契約をした通りの、ね、ものを渡す、それが債務としてちゃんと発生するんだと。でそれを債務を尽くさなかった以上は債務不履行責任の問題として、まあ、処理がされるんだという、そういう考え方をあの取ってるんですよね。とにかく契約をした以上をその契約通りのものをちゃんと給付しなければいけないんだという、ある意味新法の下で当たり前のあの考え方がね、こうできてるわけなんですけども、まあ、そういう中でね、この483なんかはほとんど使う場面がまあないんじゃないかというふうにあの言われておりますね。まあ、ここは聞き流しておいてもらえればというふうに思います。まあ、483ね、あまり使う場面がないようぐらいな感じでちょっと押さえておいてもらえればいいかなと思いますね。さて、じゃあ今度次ですね、弁済の提供を見ていきましょう。492条ね、従来あの前の事業のところであのね、受領地帯のお話いたしましたけど、受領地帯と弁済の提供がね、裏返しのもので同じようなあの要件効果なんだって話が法改正前はあったんですが、まあ、前回の事業で言った通り、あの受領地帯と弁済の提供の効果があの整理あのされました。例えばあの注意義務のまあ軽減とかね、増加費用のまあ負担、債権者が負担するとか、そういったものに関してはあのこのね、受領地帯の効果として、まあ、規定、されているわけなんですけど、じゃあ弁済の提供って一体どういう効果が生ずるのかって言ったら、条文に通りね、基本的にはこの地帯責任ですね、債務不履行責任免れるんだ。特にこれ履行地帯念頭にあの考えてもらえるとイメージ湧きやすいと思うんですけど、492条、債務者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れると。これ具体的にあの履行地帯責任ですね、弁済の提供をまあすればそれ以後ですね、履行地帯によってまあ生ずる責任を債務者が免れる旨のね、まあ、そういう条文なんだっていうふうにあの言われておりますね。さて、で今度その弁済の提供の今度方法、こちらの要件、まあ先にね492条で弁済の提供の効果がまあ書かれていてね、でその要件が493条に書かれてるっていうイメージですね。で493条見ると、弁済の提供は債務の本心に従って現実にしなければいけないと。ただし、債権者があらかじめその受領を拒みね、または債務の履行について債権者の行為を要するときは弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りるんだってことになります。ここはあの法改正前と全く同じになってますね。まあ、ここのところはよくあの法改正前の話を踏まえてね、あのそのまま知識が使えるところであります。さて、であとね、最後ですね、債権相論のところでちょっと面白い、まあ、条文としてね、ちょっと残り時間がすいませんわずかになってるんで、一つご説明あのここでするとすれば、あの総裁のところの条文ですね、あの総裁の条文ってのは505条から始まってるんですけど、特にあの面白い条文、まあ、法改正との関係で面白い条文は511条になりますね。で511条ちょっとご紹介します。511条まず1項ですが、差し押さえを受けた債権の第三債務者で、ちなみにこの511条を読むときはあのちょっと図を画面の方で写させていただきますとですね、まあ、例えばこれ最低3人あの、まあ、3人出てくるんですけれども、まあ、差し押さえ債権者というのがまずまあいまして、それから債務者というのがいます。で、まあ、差し押さえ債権者は債権者の立場から見たら債務者のさらなる債務者ということで第三債務者ということにもなるんですけど、例えばですね、まあ、差し押さえ債権者ね、何か債務者に債権守ってるんだけど、ここがあのちゃんとねこう返してもらえないんだ、給付してもらえないんだということで、何かこう代わりに財産ないかな、債務者の方から取り立ててやりたいんだけど、まあ、債務者自分で財産持ってないからなんかないかなってことで見たときに、債務者が第三債務者に対してなんか権利を持ってると、
で、そういった時にね、じゃあその債権差し押さえて、まあ、そこからまあ自分の権利をね、満足しようということで、その債務者が、第三債務者に対して持ってる債権をね、まあ、差し押さえ債権者が差し押さえるんですよね。でそういう時に、第三債務者の方は第三債務者の方で、債務者に対して何か債権を持ってるって時に、その第三債務者が債務者に対して持ってるこの債権ね、これを総債の自動債権として、そしてこの債務者が第三債務者に対して持っている債権、これをまあこの受動債権としてね、でそれを相殺することができるのかどうかっていうのがあの問題になります。でそうするとこれ誰と誰との利害が対立するかっていうとね、そこはあのちゃんと意識しておいていただきたいんですが、この一つの債権、受動債権をまあめぐって、それをね第三債務者による相殺が優先するのか、それともその差し押さえ債権者による差し押さえが優先するのかっていう、まさにそういうこの2人の利害がね、この一つの受動債権、一つの債権をめぐって、第三債務者と差し押さえ債権者のどっちが優先するのか、そういう問題の、条文なんだ、そういうところが問題になる時の条文なんだっていうのはよく意識をしておいてください。でそういう中でちょっとね、511条のところを見て、まあ、いきますと、1項ですね、511条の1項ですけれども、差し押さえを受けた債権の第三債務者はね、差し押さえ後に取得した債権による相殺をもってね、差し押さえ債権者に対抗することはできないんだということね。というわけで、ある意味当たり前のものかと思うんだけどね、差し押さえ債権者が先にこの受動債権差し押さえておきながら、その後債務者が何か、第三債務者が何かね、債権を債務者に対して取得したんだ。でそれで相殺されたら、さすがにね、何のために差し押さえしたのかが分かんなくなっちゃうから、まあ、その総裁は差し押さえ債権者に対抗できませんよっていう当たり前のことが書かれてますが、このあとね、後段ですが、差し押さえ前に取得した債権による総裁をもって対抗することができるんだということになりますね。なんで、まあもしね、第三債務者がもともと差し押さえ債権者が受動債権を差し押さえる前にね、債務者に何か権利を持っていれば、それはその受動債権の弁済期が到来していようが到来していまいが、とにかく受動債権さえもね持っていれば、差し押さえ前にも取得、していれば、その総裁の期待をね、第三債務者の総裁の期待を保護してあげて、総裁をすることができるんだっていう、そういう条文になってます。でこれ判例法理でね、従来、この、差し押さえ後に取得した債権ではもう総裁できないのはもともと明文であったんだけど、じゃあ差し押さえ前からじゃあ債権持ってて、でそれがまだ弁済期が到来していないときにね、しないうちに、自動債権の弁済期が到来しないうちに、総裁できるのかどうかっていうのがちょっと論点になってたんですよね。一応最高裁は、総裁の期待、第三債務者の総裁の期待を保護してあげましょうということで総裁認めていたんですけど、それが明文化されているという条文になってます。でその趣旨をね、その総裁の期待を、第三債務者の総裁の期待を保護するという趣旨をさらに押し広げて、それで511条の2項ですね、同じ趣旨の条文なんですけども、ちょっと見ていきますとね、2項ですね、511条の2項ですけど、前項の規定にかかわらず差し押さえ後に取得した債権が差し押さえ前の原因に基づいて生じたものであるときは、つまり、この債権自体、第三債務者の債務者に対する債権自体が発生していなくても、その債権の発生原因さえもう差し押さえの前にね、あれば総裁ができちゃうんだ、そういう条文なんですよね。ここも総裁の期待の保護ということになります。債権自体が発生してなくてもね、債権の発生原因がもうすでに差し押さえ前からあるんで、あればね、その第三債務者の総裁の期待を保護してあげるんだ、そういう条文になってますね。見ていきますと、前項の規定にかかわらず差し押さえ後に取得した債権が差し押さえ前の原因に基づいてね、生じたものであるときは、その第三債務者はね、その債権による総裁をもって差し押さえ債権者に対抗することができるんだということになってますね。でただし、当たり前のことが書いてありますけど、第三債務者が差し押さえ後に他人の債権を取得したときはこの限りではないということで、ここはちょっと保護、ここまで保護しないよってことね。正し書きのところちょっと細かいんで、その手前のところですね、ここのところまで、しっかり押さえておいてください。でこのあと債権総論は、513条の公開とかね、あと519条の免除、それから520条の混同、あと有価証券の条文、ちょっと細かいんでこちらの事業では割愛ですけども、そんな感じで債権総論の条文というのが成り立っておりまして、でその後ですね、この随分先になりますが、521条の契約のね、相続的な話のところにつながってくるということになっております。だけど今回ね、債権、総論のところをね、ちょっと大事な条文を中心にですね、ちょっと試験の延期で皆さん、非常にね、何をしていいか分かんないという方でモチベーション下がっている方がいるんじゃないかと思って、ちょっとモチベーション維持してもらうためにですね、この債権の総論のところの条文をね、大事なところをご説明
させていただきました。まあ以後ねちょっとこの今収録している段階では試験の日程がまだ明らかにはなってないんですけれども、まあ、ぜひね受験勉強っていうのは基本的には同じことの繰り返しになります。まあインプットでもね論文書くんでも、まあ、ある程度準備ができてるんであればその記憶をその維持するために、まあ、正直こうね同じことの繰り返しだから面白くない勉強が続けざるを得ないんですけれども、まあ、ぜひたまに私のこの動画なんかを見ていただいてですね、まあモチベーションを維持してですね、まあなんとかその試験の日をですね迎えていただければというふうに思いますね。というわけで、まあ今回ですね、まあ債権総論の大事な条文をご紹介させていただきましたけれども、まあ、この講義聞いた後もですね引き続きまあこの勉強の方を続けていってもらってね、でそれでなんとか無事に試験の日を迎えていただければというふうに思っております。じゃあそんな感じで今回ご清聴の方どうもありがとうございました。試験の方ね頑張ってください。